こんにちは、サラリーマンの一言です。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、始まりました。このチャンネルはサラリーマンがただただ好きなことだけを話すチャンネルとなっております。いつもチャンネル登録していただいている方々ありがとうございます。まだの人は登録してね、お願いします。はい、今日はですね、格闘技の話をできればと思います。ライジング&マーク6の勝予想ですね。今日は多分メインカード大田忍 VS 佐藤翔子です。井上選手が怪我で欠場っていうところで代打で出てきたのが佐藤翔子選手っていう、まあもうほぼレジェンドファイターみたいな選手がですね、ワガンチャンピオンシップでも活躍した日本人選手となってます。いやー、逆にね、面白くなったんじゃないかなって正直思いますね。まあ、自分が前回その妻さんと勝敗予想した時に、まあ太田選手の勝ちパターンとして、まあ井上選手の苦手なグラウンドでつけて勝つんじゃないかなって思ってたんですね。3ラウンド判定で自分は勝つと思ってたんですけど、それがちょっと厳しくなったんじゃないかなと正直思います。まあ、っていうのも結構やっぱ佐藤選手の試合をまあいくつか見たんですけど、まあ、ずっとワンでやっていたっていうところもあって、ケージがずっとね、まあ、主戦場だったわけですよ。で、見てるとその、まあ、タックル入られた時のケージの際のディフェンスもすごい上手ですし、で、まあ、太田選手は当然ねタックルをガン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 打っていくんで、まあ、そこでこうケージ際での攻防っていう風になると思うんですよ。でそうなった時にやっぱりその経験だったりとか、まあ、技術の差っていうところが出て、まあ、普通にまたスタンドの攻防といいますか、打撃の展開に戻されて、こう佐藤選手の、やりたい方やりたい方に流れていくんじゃないかなと正直思ってます。はい、でまあそうっすね、打撃が確かにこの直近2試合滝沢選手であったりとか倉本選手の打撃で勝っているっていうところはあるんですけど、やっぱりそこはちょっと老快な打撃技術でなかなかこう打撃も当てられず、で対して佐藤選手は関節蹴りだったりとかカーフキック、まあ、そういったところを合わせていってこうポイントをコツ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 取っていくんじゃないかなと思います。でまあ、太田選手って結構ね頑丈なところがあるんで、まあ、KO まではいかないでしょうし、あとはそのグラウンドでマウントで殴られるってこともそうそうはないと思うんで、まあ、KO 負けはないにしても結構ね太田選手にとって厳しい試合になるんじゃないかなと思います。まあ、前回その、まあ、結構前ですけど元谷選手とやった時みたいな形でこう立ちはだかる壁といいますか、まあそのキャリアが長い選手に対してどういう風に戦っていくか、技術が高い選手に対してどういう風に乗り越えていくかっていうところの試合になるんじゃないかなと思ってます。ただまあそうなっても自分はちょっと太田選手のフィジカルタックルでガッと組みついてって、確かにケージレスリングは上手いにしても僕太田選手ってなかなかそこでこうなんていうんですか、離せないというか逃げられないんじゃないかなと思うと佐藤選手は、まあ、予想以上に多分組みつきっていうところで本当外人選手とも変わらずに組みつけるにいけると思いますし、もう組みついたら離さないが打ったらもうなんだあれバーンってやるやつまあああいうね大技とかも繰り出して、まあ、なんとかこうグラウンドの展開に持ってって下につけるんじゃないかなと思いますね。そしたらまあ太田選手がこう3ラウンドを通して優位に進めるんではないかなとも思います。なんでこうちょっとねその均衡した試合になりそうな気もするんですが、この試合の勝敗予想がもう超難しいな。自分は
太田選手の。いやー、どっちだろうな。ちょっと待ってな。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。新しいタイプ、新しいですね。なんか、流れですね。ごめんなさい。いやー、難しいですね。ちょっと待って。いや、太田選手の判定勝ち。これでいこう。うん、もう太田選手が、組みついてって、やっぱタックルでフィジカルさを見せつけるんじゃないかなと思います。太田選手も、太田選手の強さにはびっくりするんじゃないかなと思ってますし、なかなか、そうですね、ケージ際のディフェンスがうまい。けれどもそこすらも超えていく太田選手のポテンシャルが太田選手にはあると思います。なんでこの試合は太田選手の判定勝ち。どうだぜひね、皆さんもこの試合の紹介を教えてください。コメント欄でぜひね、お待ちしてますんで、はい、ではまたですね、次の動画でお会いしましょう。